タスマンシリーズは1964年から1975年にかけてオーストラリアとニュージーランドで開催されていたフォーミュラカーの選手権レースであるタスマンカップタスマンチャンピオンシップとも呼ばれる名称はオーストラリアとニュージーランドに挟まれたタスマン界にちなむ1969年オーストラリア GP で優勝したクリス・エイモノ・オセアニアのイギリス連邦に 属する地域では、イギリス製の中古レーシングカーを輸入して、ローカルレースが行われていた。ジャック・ブラバムを筆頭に、ブルース・マクラーレン、クリス・エーモン、デニス・ハルムといったドライバーはそこで頭角を表し、ヨーロッパにわたって、成功を収めた。1964年、この地域のトップフォーミュラのチャンピオンを決定する、タスマンシリーズが創設された。シリーズは、 例年1月にニュージーランドラウンド、2月にオーストラリアラウンドという順に7から8戦を転戦する短期集中方式で開催された。その中には当地のビッグイベントであるオーストラリア GP とニュージーランド GP も含まれた。このシリーズにはヨーロッパの有名ドライバーたちも多数参戦した。開催時期の1から2月は南半球では真夏だが北半球では モータースポーツのオフシーズンにあたる。このため、前述の地元出身者は、もちろん、ジム・クラーク、グラハム・ヒル、ジャッキー・スチュワート、ヨッヘン・リンとペドロ・ロドリゲス、デレック・ベルといったスター選手がバカンスを兼ねて参戦した。会1チームも、タスマンシリーズ用のマシンを用意し、ワークス体制で出場した。ブルース・マクラーレンは所属するクーパーが参戦に、消極的だったため、 テディメイヤーらとプライベートチームを結成し、これが名門マクラーレンの出発点になった。1968年にロータスが投入したロータス 49T は、会1シーズン開幕に先んじて、タバコ銘柄のゴールドリーフのスポンサーカラーをまとって登場した。ジムクラークはこのマシンで最後の個人タイトルを獲得した後、4月の F2 レースで自己死した。 1969年に日本で創設されたジャフグランプリにはタスワンシリーズ勢が招待出場しロータスレプコに乗るレオゲオゲーガンが優勝した。開幕から1969年までの6年間は2.5リッターエンジンのマシンを用いていたが、1970年より5リッターエンジンを搭載する回五0規定も認められ、その後の主流マシンとなった。 海一からのエントリーは減り、地元チームドライバーが活躍する地域選手権という姿に戻った。シリーズはニュージーランド側が独立する形で1975年を最後に終了した。オーストラリアでは海五戦規定のまま1979年までロスマンズインターナショナルシリーズが開催され、ニュージーランドでは1977年より1.6リッターエンジンの フォーミュラパシフィックがスタートした。タスマンシリーズはヒストリックレーサーの支持者を中心に人気があり、今日でもリバイバルレースが行われている。ロータス32バイトクライマックスジョン・マコーマックがドライブするエルフィン MR5 シ,シーの製造元にはロータス、クーパー、ブラバム、BRM、フェラーリといった回一コンストラクターが連ねた。 規制の F1 回にマシンをモディファイにしたものが多く、ワークスの使用後はプライベーターに放出された。他にもエルフィン、ミルドレン、マクレーといったローカルコンストラクターが参戦していた。エンジンは1961年に回1で1.5リッターエンジン規定が導入されてから余剰となっていたクライマックス回、PF エンジンが多用された。フェラーリや BRM は イ一用1.5リッターエンジンのサイズを拡大して使用した。会一で1966年より3リッター規定が導入された直後はエンジンの準備が遅れていたため暫定的にタスマン用のエンジンを搭載するイ一マシンもあった。1968年コスワースはイ一用に開発した DFV エンジンをショートストローク化した DFW エンジンを投入した。 地元のレプコは、ブラバムとのジョイントで、イ一を制したのと、同じく、ビューイックをベースにした、タスマン用 V8 エンジンを開発した。会5000時代には、マクラーレン、サーティース、ローラ、シェブロンといったコンストラクターが両半車ーを供給した。搭載される5リッターエンジンは、シボレーの市販型オブ8エンジンが多用された。レプコはホールデンをベースにしたレプコホールデン V8。 エンジンを供給した。ありがとうございます。